えあの本日はえ東京大学教養学部創立70周年記念式典ご来場いただきまして大変ありがとうございましたえ閉会にあたりまして70周年え記念授業を準備ワーキンググループ代表いたしましてえ皆様に心より御礼申し上げますえ私からは本日の式典を含むえ創立70周年記念授業の経緯と趣旨につきましてえ簡単ながらも、えー 省略でききないいいいい補足をさせてたただきたいとういうように思いますまずあの経緯につきましては、この事業は、東京大学出版会から先日刊行されました、東京大学駒場スタイルの出版、それから本日の記念式典の開催を日本柱とするものであります。前社の企画につきましては、昨年の4月から学部長補佐で今のラウンドテーブルの司会をしてくださった武田正明先生を中心に、 教養学部の各専攻系から将来の駒場を担う先生方のご協力を得まして、さらにそこに、昨年度まで学部長でございました私も加わって進められました、後者、本日の式典でございますが、こちらにつきましては、同じく学部長補佐の津田浩二先生、長谷川博和先生中心に、出版物と基本的に同じワーキンググループの構成で進められました。 次に趣旨につきましては、この事業は創立70周年を機に、改めて駒場キャンパスにおける研究・教育の意義を、その重層性と広域性を中心に確認するために企画されました。関係者の間でも駒場経験というのは実に多様で、駒場の存在意義につい,てもついての認識も多様でございます。 とても一冊の本、一回の式典にいろんなく集約できるというものではございませんが、できるだけのことを試みたつもりでございます。これからも駒場は大田邦広研究課長のリーダーシップの下、深く広く考える駒場であり続ける、また駒場に関わることができたことを多くの人が誇りに思う駒場であり続けると。 と確信しております、えー、記念出版につきましては、駒場友の会より財政的なご支援いただきました、また今回の式典、えー、学祭地の俯瞰力、これがメインタイトルで、サブタイトル、東京大学駒場スタイル、実はあの隠しタイトルもございまして、あの駒場ヒストリアというのが隠しタイトルで, <laughs> であのございました。えー、ですので、ですねあの、えー、イギリスかご出身の渡辺愛美さんに、えー、全面的なご協力をいただきました。 えー、さらにです、ね、東大出版会には、えー、ウェブサイトにコマバスタイルの特設ページを設けていただきました、東大新聞には、えー、オンライン版でこの式典の広報にご協力いただきました、それからあの東大盛況には、先ほど太田研究課長からもご,ご紹介ありましたけれども、公開購買部でお茶の70円セールというのも、えー、キャンペーンを展開していただきまして、 祝賀ムードを盛り上げていただきました以上関係者の皆様に御礼を申し上げて私からの閉会のご挨拶とさせていただきます本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました